こんにちは。ですね、夏に予定されているワシル・ロマチェンコ選手とね、再起の、対戦相手の候補としまして、日本の中谷正義選手が上がっていると。で、こちらはですね、あのテオフィム・ルペス選手と、接戦を演じた、こと、あのベルデホ選手をね、KO で勝てたことっていうのが、評価されての、対戦候補の、一つというところで、中谷選手が上がっていると。で、現在中谷選手は、世界ランキングで言いますと、WBO で、5位、IBF で、10位で、WBC で、7位といったところで、もうすでにね、世界戦にできる位置っていうところにいると。対するロマチェンコは、王者ではなくなってしまったんですけど、4団体全部、5位内に入ってると。WBA で2位、WBC で1位で、IBF で5位で、WBO で2位というところで、こちらはですね、もういつ世界チャンピオンに返り咲いても、おかしくはないかなと、いうところで、ロマチェンコ選手にしてみたら、ここでね、中谷選手、今勢いのある中谷選手に勝って、また世界にっていうところで、で、中谷選手にとってはもうね、最大のチャンスっていうところで、このロマチェンコ選手を食ってなんとか、世界にっていうところですよね。本当に今どの団体もライト級はね、世界最強に強いチャンピオンが揃ってますんでね、どの団体でも実現すれば楽しいですけど、で、やっぱりこれ見ると、世界的な評価でも見ても、やっぱりライト級の日本人、今ね、ライト級ウォーズなんていうところで盛り上がってますけど、中谷選手はやっぱりちょっと別枠っていう気がしますよね。でね、やっぱ国内だけで見ると、やっぱりね、主演脚本監督の、伊藤選手がこけてしまったっていうのが、なんか全て狂ったのかなと。やっぱり吉野選手に言うとやるにしても、やっぱりね、肩書きとかでボクシングは勝負するわけではないですけど、三代選手だと、うまみの面っていうところでね、伊藤選手の方があったのかなっていう気はするんですけどね。ちょっとね、この件に関しては、国内のライト級に関してはね、また今度話そうと思うんですけど、今回はですね、ロマチェンコと、中谷選手の対戦友情ということでした。はい、以上です。